こんにちは、まおです。はい、今日はですね、お客様の印象に残る踊り方についてお話ししていきたいと思います。実は前にも印象に残らない踊りからの脱却っていう動画を出したのですが、今日はちょっとまたあれとは違った観点から印象に残る踊り方のコツをお話しします。皆さんは自分の踊りを動画などで見て、なんか印象に残らんな、なんか取り留めのないぼやっとした踊りやなって思ったことはありませんか？昔の私が本当にこれでした。印象っていう言葉がちょっと難しくて、もちろんみんなそれぞれ美の観点が違うので、あの人の踊りが好き嫌いとかっていうのはみんな違うと思うのですが、今日はそれはちょっと一旦置いておいていただきたくて、お客様が舞台を鑑賞後頭の中で振り返った時に、あの人の踊りよく覚えてるなみたいな、なんか印象に残ってるなって思い出してもらえるような踊り、今風に言うと映える踊りっていうんでしょうかね、のコツについていくつかお話しさせていただきたいと思っています。まあ人それぞれではあると思うんですけど、参考にしていただける部分もあるかなと思うので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、それでは印象に残る踊り方のコツ、まず一つ目は客席をしっかり見るです。舞台に立つとなんか目線が下向いてしまったり、目が泳いでしまうという方いらっしゃいませんか？私自身は昔なんとなく視点が定まらずに、こういう感じ、見ているようで見てないみたいな、ぼやっとした目線になってしまうことがありました。例えば人に何かを伝えたい時でも、しっかり目を見て話した方が伝わりますよね。これと同じですが、目線がこう下向いてしまうと、なんとなく自信がないように見えてしまいますし、曖昧だと誰に何を伝えたいのかが分からなくなってしまって、これが印象に残らない原因の一つになるんじゃないかなと私は考えました。もちろん舞台の場合は誰か一人を見るっていうのはできないんですけど、客席からの目線は自分の方を向いていますので、それを受け止めるようなイメージで空間に視点を作って、それをしっかり見るっていうのをやってみてください。ちなみにこれは舞台上に立つと、こう前に広がる客席の空間の広さに煽られてしまうっていう方にもとってもおすすめです。それでは次、2つ目、笑顔を忘れないです。先ほど客席をしっかり見ると言いましたが、無表情ではダメです。まあ、もちろんそういう踊りもなくはないですが、基本的に皆さんが発表会で踊られるようなバリエーションだったりとか、何らかの作品っていうのは笑顔で明るい顔で踊ることが多いと思います。私的にすごく印象に残るのは、楽しそうに踊っている人かなって思います。レベルに関係なく、踊ることを楽しんでいる人には目が行きます。なので、たまにオーディションで目立つためにはどうしたらいいですかという質問もいただくんですけど、これにもね、いつも笑顔で踊ることが一番ってお伝えしています。まあでもね、もちろん緊張で顔が引きずってしまうっていうのもわかります。ただ私の経験上、自分の表情に助けられる部分ってかなり多くあるんですよ。私はバレエ団で明るい系のお役から冷たい系のお役まで、いろんな系統の役を踊っていますが、同じ動きでも明るい顔でやるのと無表情に近い顔でやるのとでは全然感覚が違って、絶対的に明るい顔でやった方がやりやすいんですよ。なんか笑顔だと自分の気持ちももちろん明るくなるし、それが周りの空気までも軽くなるような感じがして、すごく踊りやすいんです。例えばバランス一つにしてもっていう顔でやるのとっていう顔でやるのでは全然違うんです。なので、緊張する時こそ笑顔で踊るっていうのを心がけてみてもいいかもしれません。そして次、3つ目は、舞台を広く使うです。多分発表会の DVD などではカメラが定点じゃなくて自分を追ってくれるので確認がしにくいかもしれないんですけど、場所取りってめちゃくちゃ大切です。私は印象に残る踊りというのは、その空間をうまく使える踊りなんじゃないかなと思っています。例えば舞台を縦に3分割した時の真ん中の部分だけで踊ってしまったとか、左半分しか使わなかったとか、はたまた後ろだけで踊ってしまったとかっていう経験はありませんか？これだとすごくこじんまりした踊りに見えてしまい、これもまた自信がないように見えてしまう可能性があります。もちろん踊りによって使う場所は変わりますが、例えばマネージでは大きな円を描くとか、斜めを使う場合は端から端まで移動するとか、そういった工夫をしてみてもいいかなと思います。そして舞台を広く使うためには体を大きく動かす必要があります。ここでいう体を大きくというのは、自分が作れる中で一番大きい軌跡を描く
ということです。手を長く使うとかもそうなんですけど、さっき言ったマネージにしても、大きな円を描こうと思ってすごく大回りしたとしても終着点までたどり着けなかったらなんか微妙じゃないですか。大きな円を描きつつ終着点までたどり着こうと思ったら、出した足を自分の方に戻して立ってしまっていたのでは難しいです。ピケならなるべく遠くに立つ、自分の足の長さを最大限に使う等の意識が必要かなと思います。この大きく体を使うというのは自信があるように見える踊りにもつながり、結果的に印象に残る踊り方につながるのではないかと考えました。ちなみにプロは舞台の大きさによってこの歩幅を変える工夫をしています。なので場当たりで自分はどこまで進むのか、そのためにはどう動けばいいのかというのを確認しておく必要がありますね。そして次、4つ目は焦らないです。緊張してる時に焦らないってめちゃくちゃ難しいんですけど、パフォーマーが焦っているのってすごく客席に伝わってしまいます。舞台に上がると浮き足立ってしまったり、音を早撮りしてしまったり、そういったことはありませんか？私自身もどちらかというと本番焦ってしまうタイプで、バレエ団で初めて主役を踊らせていただいた時、なんだか落ち着きがないように見えたと先生から注意を受けました。その時は自分でも振り返ってみてすごい焦ってたなって反省しました。私的に緊張して焦ってしまってる時って全部が上に上がっていくような感覚になります。ふわふわしてしまって足が床についてない感じ。なので私は本番中は少し力を下に持っていくイメージをしています。なんか表現が微妙ですが、例えばプリエをしっかりすることを意識したり、緊張すると心臓がどんどん上に上がってくるような感覚になるので、私の心臓はお腹ぐらいにあるんだと想像したり、まあ、とりあえず床をしっかり感じて踏むことが舞台で落ち着いて踊るコツかなと思うので、もし同じように感じる方がいらっしゃいましたら試してみてください。舞台上で落ち着いて踊っている方って大御所感があるというか、慣れてるなっていう感じがするので、これもまた印象に残る踊りへとつながるんじゃないかなと私は考えました。次、5つ目、疲れた時こそ肩を下げるです。疲れるのはもちろん当たり前ですが、バレエに関わらず舞台でパフォーマンスをする人はお客様になるべく疲れを見せないように心がけるのが一般的だと思います。でも疲れるやん、じゃあどうすればいいの、という答えが肩にあるんです。踊りの終盤、疲れて息が上がっている時に肩でってこういう風に息をしてしまうと、お客様にものすごく疲れが伝わってしまうんですね。とは言っても肩で息をしないってすごく難しくて、私もやってしまいがちなのですが、私のバレエ団の主役をたくさん踊ってらっしゃる先輩がこれがすごく上手いんです。先輩よくね、体力が持たなかったとかって言うんですけど、全くそんな風に見えないんです。全然こう息が上がってるように見えないんですよね。それはなんでかというと、やっぱり先輩は肩で息をしてないんですよ。実際に肩で息をしないようにって心がけてるみたいです。で、私も先輩を見習ってなるべく肩で息をしないように、疲れた時こそ肩を下ろすっていうことを意識しているのですが、これが不思議で肩で息をしない方が疲れにくい気がするんです。これもさっきの焦ってなんか上に上に行っちゃうっていうのに似てて、肩が上がると余計に上に行っちゃってどんどん下を感じられなくなって、結果また焦って余計疲れるみたいな、なんか悪循環ですよね。なので疲れてきた時こそ肩を下ろすというのは意識をしてみてもいいかもしれません。そして最後、6つ目、失敗には臨機応変に対応するです。先に言っておきますが、決してごまかしを推奨しているわけではありません。でも失敗をした時の対応力っていうのは身につけておく必要があるんじゃないかなと私は思っています。もちろん失敗はしない方がいいし、しないように練習するべきですが、やっぱり舞台は生ものという言葉があるように、本番中何が起こるかなんてもう誰にも分かりません。たとえプロであっても人間なので失敗してしまう時もあります。でも失敗した時にあちゃーってなって全部ダダ崩れみたいなのは、踊ってる本人としても一番悲しいし、見ている方としてもなんだか残念な気持ちになってしまいますよね。だからプロは失敗をした時や何らかのアクシデントが起こった時などには、とっさに判断をしてまるで何も起こっていないかのように踊ります。もちろん長く続けていると様々な経験をして、その分引き出しも増えるので、いろんな時にいろんなことをとっさにできる力というのは身についてくるのですが、まだとっさに判断をするのが難しいよって方もいらっしゃるかと思います。なのでそんな方は練習の時にいろんな失敗に対する対策をしておけばいいんじゃないかなと思います。もちろん成功するようには練習していきますが、練習でもね、失敗しちゃうことってあるじゃないですか。そんな時に失敗してあーってなってやり直しじゃなくて、そのまま続けるというような練習をしてみてください。どんなアクシデントにも臨機応変に対応できる力は、お客様に良い印象を残す踊りにつながるのではないかなと私は考えました。
はい、とこんな感じでいかがでしたでしょうか。最後になりましたが、今回私がお話しさせていただいたのはあくまで私の考えなので、全ての方に当てはまるかわかりません。でももし一つでもいいなと思ったことがあれば、ぜひ活用してみてください。皆さんが楽しく素敵に舞台で踊れますように。今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。この動画が良かったらぜひグッドボタン、そしてまだの方チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。